ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は先日もご紹介したファーウェイの新型ノート PC、MateBook 13の現在の在庫状況をご紹介したいと思います。この MateBook は、つい先日3月15日に発売が始まったばかりではあるんですが、発売から1日が経過した現時点での在庫ですが、在庫切れの状態になっています。というか、もう発売直後には在庫切れになっていましたので、予約せずに購入しようと思った方は、ほとんどの方が買えなかったのではないかと思います。以前の動画でもご紹介しましたが、このノート PC 最大の特徴がコストパフォーマンスの高さです。第8世代の Core i5 を搭載したモデルでも95,108円となっています。しかも現在はキャンペーン期間中ですので、この価格の中に3年間の延長保証も含まれています。通常ノート PC を購入して3年間の延長保証に加入した場合、1万円から1万数千円の追加料金が必要になります。それが今、ファーウェイの MateBook を購入した場合は、この価格の中にその料金が含まれていることになります。現在販売されているモデルは、第8世代の Core i5 を搭載したモデルで、Office が付いているモデル、Office がないモデル2つが販売されています。すでに Office がないモデルは、こちらに書かれている通り在庫切れで、1から2ヶ月待ちとなっています。一方、Office が付いているモデル、こちらは価格が2万円以上高くなって11万7010円となりますが、現時点での在庫状況としては残り4点だけあるようです。現在他社で販売されているこの同じ Core i5 を搭載したモデルは、だいたい15万円程度で販売されています。ですので、オフィスが付いたモデルでも十分お得ではありますが、やはりオフィスの場合、すでにオフィス365といって年間契約されている方も多いと思いますので、そういった方の場合はオフィスありを買ってしまうと少し損をすることになります。価格が安いことやその辺の関係上、オフィスがないモデルが特に人気のようで、先ほどもご紹介しており、現時点では1から2ヶ月待ちになっています。一方、Core i7 を搭載したモデル、こちらも第8世代でハイスペックなモデルになりますが、こちらの方は発売日が3月31日を予定しています。現在はまだ予約を受け付けている段階ですので、よりハイスペックなモデルが欲しいというのであれば、おそらくこちらも発売当初在庫切れになってしまう可能性がありますので、早めに予約しておくことをお勧めします。こちらについても現在キャンペーン期間中で、5月15日までに購入すると3年間の延長保証がつきます。第8世代の CPU といっても、低消費電力な Y プロセッサーではなく、ハイスペックな U プロセッサーになります。ですので、長く使うことができる製品ですので、3年間の延長保証がついているとかなりお得かと思います。なお、この動画の概要欄には今回ご紹介した MateBook 販売ページのリンクを貼っておきます。先ほどもご紹介しましたが、残念ながら Core i5 を搭載したオフィスなしのモデルは在庫切れになっていますが、1から2ヶ月ぐらいなら待てるというのであれば注文しておいてもいいですし、よりハイスペックなモデルがいいというのであれば、Core i7 搭載モデルは予約中ですので、早めに予約しておくことをお勧めします。各モデルの詳細なスペックなどが気になる方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。